お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが週刊誌の記事をめぐり発行元の文藝春秋などに5億5000万円の損害賠償を求めて裁判を起こしたことが分かりました週刊文春では松本さんに飲み会で性的な行為を誘導されたとする女性の証言が掲載されました週刊文春編集部は一連の報道には十分に自信を持っている現在も新たな告発者の方々のお話を伺い 慎重に裏付け取材をししてておりますなどとしている吉本の発表によると、松本側は訴訟を通じて、性加害に該当するような事実はないということを明確に主張し、立証するとしている。